悟空キスしたことない問題っていうのが出てきて「何お前はキスした,したことがないのか」と悟空がああないぞってきっぱりむなってそんな気持ちの悪いことはしたことがないお前でも結婚して子供を作ったよそれと何が関係があるんだって悟空がはっきり言い切るシーンがあってですね鳥山先生そこはいくらなんでもすごすぎますよっていうですね父と結婚した後悟空はどんな新婚生活だったのかどうやってご飯が生まれたのかっていうのを実は鳥山明はちゃんと考えているわけですよね。 まあブルマが帰っていた後ですねお互い気の強い嫁さんだよなというふうにこぼすと「ふんまあなだが俺は嫌いじゃない」っていうベジータが言うんですよそんなこと言ったら「俺だって父のこと好きだぞ」って言うとベジータがですね「気の強い女しかいないサイヤ人の血だ」って言うんですよねで,でこれのリアクションが真ん中にいるですねピッコロ大魔王がですね「そうか!」とやっと理解できたっていうふうに言うんですけども完全にこのギャグの。 シーンなんですけけども、これね、あの本人にしか書けないやっぱりね鳥山明しかこれ書けないんですよねあのお話として他のパロディーとして「えー、ドラゴンボール」が好きな人だったら書けるかもわかんないんですけどもここまで突っ込んだ表現を、まあ、つまり原作を崩す「悟空」っていうのはこんなキャラでも大丈夫「ベジータ」はこんなキャラでも大丈夫っていうのは鳥山明がやっぱり許さないと。 今コメントに流れたんですけど恐れ多くて書けない感じがするんですね。で、<laughs> あの気の強い女しかいないサイヤ人のチラっていうのがですねサイヤ人って実は全員カカア殿下だったっていうのがわかるですね <laughs> 恐ろしい裏設定まで明かされてるんですけどまあ本当に面白いですよねあのただそれでも鳥山明だったらここでピッコロの口開けないと思うんですねこの 両手握ってピッコロに口を開けてるっていうのはピッコロのキャラからややずれてるとそういうことがやっと理解できたぞっていうです、ね、そのネーム段階ではこれ正解なんですけどピッコロの表情はちょっと鳥山明っぽくないなともう本当ここら辺だけですこの辺のちょっとした違和感アニメっぽいっていうかですねアニメコミックっぽいんですねそこら辺だけがその豊太郎先生に対して僕が感じる違和感なんですけどでもそんな違和感よりよくこの「 悟空とベジータのセリフを引き出してくれたありがとうトヨタの先生とこれをネームを書いて鳥山昭の OK をもらったということは、ま、だここにも鳥山昭の修正が入っているんでしょうけどもこの設定で OK なんだということですね。であとあのこれね別にこのシーンどのシーンっていうことはないんですけども。 ブルマ一家ののパーーティがです、ね、しょっちゅう食事するパーティーのシーン出てくるんですけども世界ででも有数の,あの金持ちなんですね。ブルマの家っていうのはカプセルコーポレーションの社長の家ですから本当に世界でも有数の金持ちの家なんですけどそのねパーティー食事のシーンっていうのは必ずねまず中央にいくつかテープルがあってその上にご馳走が載ってるんですよ。で その周りになぜか屋台が出てるんですよねあの寿司の屋台とか天ぷらの屋台とかたこ焼きの屋台とかであれ何かっていうとですねバッに登場するですね周囲者のパーティーなんですよだから豪華なパーティーを書こうとしたら鳥山明も豊太郎も周囲者のパーティーしか思いつかないっていうのがですね漫画家の想像力の限界でめちゃくちゃ面白いですよだって世界一の金持ちがパーティーやるときにまあテーブルの上にご馳走はいいとしてね立食パーティー なんで,すよで周りに屋台出てるはずがないじゃないですかでそこで焼きたての餃子とかを出してるんですけどもその発想がもうね終影者のパーーティーなんですよ。で、アニメ版でじゃあどうなってるんだろうって「ドラゴンボール神と神」というやつで見てみたらですねブルマーの家のですねその パーティーではですね、ビンゴ大会まであってですね、ビ,ビンゴの景品でなんかすごい豪華なものが書いてるんですけども、パーティーでビンゴってクライマックスでビンゴってやっぱそれも収益者なんですよね。収益者、完全に収益者のパーティーなんですよ。 あとはまあいいのはですねベジータなんで帰ってきしまったっていうふうに聞くとブルマに子供が生まれるからだというとえお前が産むわけじゃないから別にいいじゃんかっていうとバカずっと恨まれるぞって答えるんですねそうすると悟空が構うもんか俺なんてご飯もごてんも生まれたことも知らなかったっていうふうに答えるんですよでまあこのあとですね貴様は悪いやつではないかもしれんが父親として最低だっていう流れになるんですけどもこれもねやっぱね鳥山明が参加してないと 無理なんですよあの。これアニメ版にもあったそうですからでアニメ版もやっぱ鳥山明が脚本を書いてるんですけども先生本人がこれ書かないとやっぱりみんな言い出せないんですよ。で言い出すと鳥山あの僕って実はこんなやつだったんだってそれまで鳥山明の頭の中にしかなかったいわゆるその1年間どんな修行をしてたかっていうのがあったのと同じように。 父と結婚した後あの悟空はどんな新婚生活だったのかどうやってご飯が生まれたのかというのを実は鳥山明はちゃんと考えてるわけですよね。であのこれでようやっと「ドラゴンボール」の本編で,です、ね、父はなんであんなに、えー、悟空に厳しいのかという裏設定がですね明らかになってきたんですけども。 あのそのほかにもですねえー、っとなんだっけなまたねあのこの手の、えー、夫婦の話っていうのベジータと悟空よくやるんですけどもあの悟空キスしたことない問題っていうのが出てきて「<laughs> 何お前はキスした,したことがないのか」と悟空がああないぞってきっぱりむらってそんな気持ちの悪いことはしたことがないお前でも結婚して子供を作ったやつそれと何が関係があるんだって悟空がはっ <laughs> きり言い切るシーンがあってですね本当に何か 先生、鳥山先生そこはいくらなんでもすごすぎますよっていうですねまああのねあの父が悟空に厳しい時あのご飯が大怪がした時にご飯のことばっかり心配して悟空のことはどうでもいいとかですねあの役立たずみたいな扱いをするっていうのは実はこんな理由があるんだっていうのはですねやはりあの結婚生活を送っている鳥山先生が自ら書かれるとリアリティがものすごくありますよね。あと あの僕もうどうでも嬉しいいシーンなんですけどもこの宇宙が生き残る戦いっていうまあ、しょっちゅうこれ出てくるんですよで「ドラゴンボールのです、ね」のスーパーの中で宇宙同士がが戦ううといのがあるんですね、えー。この宇宙全体で何だっけな12個の宇宙があ,るんだかのあって12か16だとかの宇宙があって十二だったかなでそれ全部で戦って。 でトップになった宇宙以外は消されるというのがあってでどの宇宙が残るのかっていうですねこの宇宙我々の宇宙では銀河系からはるか向こうの銀河系まで含めて全宇宙から強い選手を10人集めてこなきゃいけないと。 設定ではです、ね、地球人がかなり強いことになってるんで,です、ね、10人の選手をとにかくなんか3時間以内に集めなきゃいけないのかなで無天老師まで駆り出されるんですよ無天老師いくらなでも無茶だろうと思うんですけどであと1人がなかなか思いつかないんですよであと1人誰かいないのかいないのかいないのかっていう時にですねブルマがですねまだ9人ですよほかに選手はいるのかっていう時にですねブルマが「やむ」って言って顔が見えてないんですけども。 <laughs> みんんななの前前でで名前が言えないんですよねうんーでもまあやむちゃんは無理かというような言い方なんでしょうけどもですねそもそも顔を思いいい出せなくななくってるというギャグなんですよねこれあの顔をちゃんと思い出したと時はちゃんと顔全部書くんですけどなんで影になっているのかというとこの当時のブルマにはもうすでに顔が思い出せなくなっている元彼のはるか昔の思い出に過ぎないというですねこういうギャグをなぜかさんあの「 なぶチ抜き縦長の子までやるセンスっていうのもやっぱすごいですよね豊タローバーのですね「ドラゴンボール」の「ドラゴンボールスーパーは」はガチの「ドラゴンボールマニア」いわゆるバトル漫画としての「ドラゴンボール」とかあのアニメのです、ね「ドラゴンボール Z」あとそういうのを好きな人には鳥山明の絵じゃないからっていう理由でまああんまり評価されてないみたいなんですけど僕はあんまり気にならなくてですね「ドラゴンボール」の続編ってこんな感じでいいんじゃないかなと思います。 あの番外編として割と有名な秋元治虫と合作したですねあのなこちら「ナメックせえー、ドラゴン公園前発書も読んでみましたしあとは「ワンピースとのコラボレーション作品も読んでみたんですけどもこっちの方が面白いですね「ドラゴンボールスーパー」の方が面白いんですねギャグも。ということで,ですね、えー、長くなりましたけども「ドラゴンボールスーパー」について <laughs> 延々語ってみました岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜぜひぜひチャンネル登録よよろろしししくくお願いしますでではではよろしく